皆さんどうもピーマンです。今回はクライマックスシリーズファーストステージを実況していきます。ゾイ西武戦になりますね。1戦目のマウンドを大谷任されました岸とね、投げ合っていきたいと思います。そして投げ勝っていきたいと思いますので、前回の実況でね、公式戦が終了し、残念ながら20勝20本余裕で達成できませんでした。非常に悲しいことだ。でももうこれは仕方ない。もうそのことについてはみんな触れるな。大事なのは今、今を生きてますからね。クライマックスシリーズファーストステージ、必ず第1戦目勝利を収め、そしてですね、ファイナルステージに行きたいと思いますので、日本一に貢献していきましょうよ。やっていきましょうか。任せてください、栗山監督。いいピッチング、いつも見せてますけどね。割かしいいピッチング見せてますよ。お、中田翔さん、頑張ろうよ。頼み。おー、頼もしいね。主砲の一言。プレミア12の中田翔がこのクライマックスシリーズ降りてきたら確実に優勝できるからね。いや、あの勝負だじゃなくてね、あの相手と勝負して、大谷と勝負してどうすんだ。ずれてんだよな、ちょっと。相手ベストオーダーはこんな感じ。お、調子悪いね。これはいけるかもしれない。やっていきましょう。やってきたー、クライマックスシリーズファーストステージ第1戦目。負けられない戦いが今まさにそう、ここにあっちゃったんです。大谷、男気を見せましょう。ちょっと変わってますけどね、趣旨は。男気物語になっちゃったね。でも、大谷が持ってる男気をこのマウンドでね、見せていきたいと思いますので、負ければその時点で実況終了になるからね、みんな。今回でもしかしたら最終回、なんてこともあるかもしれないぞ。お、1回から点は入るか。翔さん、決めて。うわー、嘘ついた、こいつ、思いっきし嘘ついたな。あいつ、役立たずだな。いきなり役立たずだよ、マジっすか。決めるって言ったじゃん。チャンスだったんですけどね。援護はなしですか。オッケー、いいでしょう。まあ、1回から援護入るなんて俺は思ってないからね。そんな甘い考え方で野球はしてないから。いきましょう、大谷。今季の成績はこんな感じ。13の12。負けすぎだよね。これだけ大谷で負けてしまったことは非常に悔しいよ。でも、しゃあないんだもん。こうなってしまった以上。あまりぐちぐち言わない。さて、先頭バッター、浅村。初球、ストレート。ズドン !157 だってよ。相手の先発も緊張やばいね。ただストライクが入らんぞ。イエス、ようやく入ったよ。あら、ちょっと甘いか。真正面レアードよく取ってくれた。ちょっと球威がないな。コースはうまくつけてるけどね、球威が足りない。タイミングをちょっとミスってるね。最近ちょっとね、本当に下手くそになってきてんだよ、投げる方でね。うまく球が投げれない。ベストピッチが1球もいかない。ようやくいった。最近ちょっと危ないよ。この球威だ、本当打たれるからね。とにかく低くつけ。大谷のね、速球はもうまともに低めに決まったら打てるはずがない。長打は間違いなくないからね。もう弾き返せたらすぐメジャー行け。首位打者本塁打を取れるわ。これも真正面、強い打球打たれてる。レアードよく取ってくれた。素晴らしいね。ただ強い打球連発で打たれてる。全部捉えられてるからね。さて、秋山。わー、今季もすごい成績だね。これが秋山っすか。あー日本が誇るヒットメーカーにあっさりと打たれるっていうね。イチローを超えた、マートンを超えた秋山、さすがだよ。大谷の球でさえもこんなに打つのか。うわー、中村の今季の成績恐ろしいね。怖さしかないけど、ただ今日は調子悪いのでね、抑えやすいバッターだとは思うよ。あー、調子は悪くてもそれなりに打ってくる。どうだ。わー、よしよしよし、危ない。勘弁してくれ。ボールだってよ。オーマイガー、嘘だろ。マジっすか。あー、いや、まあ、ストライクでカウント取りに行かないと。よっしゃ、終わった、ゲームセット。ふー、いやいやいや、しかしだな、怖いな。なかなか振ってこないね、 CS。 いいとこ決まってると思う。ただ球威がないのがちょっと不安だな。早くリリースポイントをね、掴まないと。これまずいぞ、本当に。メヒアあたり、パワーのある選手、一発いかれるぞ。短期決戦というのは QSH、QS というのは評価されないからね。いかにゼロで抑えるかね。ゼロで抑えられない先発ピッチャーは、CS の舞台に立つ権利はないからね。よっしゃ。で、ストレート系はここはいらないんじゃないかな。メヒアだからな、ストレート得意なバッターですから。フォアボールはなしにしようぜ。よし、ベストピッチャー。あれ決まれば打てんだろ。フォークでいこう。イエス、ナイス、イエス、ナイス。
追い込んだらもうこのフォーク、これ持ってるからね大谷は。外国人選手に対しては追い込んだらあれ、追い込む前もあれ投げてもいいかもしれない。本当によく振ってきてくれるんでね。ただ投げすぎはやっぱ注意だよね。さて森くん、うわー嘘だろ、またスリーボールカウント悪いな。さっきからフォアボールかい、あれボールっすか。しゃーない、それまでもカウンター悪いしね。かといってあれがボールなのか、これもボールっすか、際どいな。それちょっとボール判定はないんじゃないの。イエスグッバイナイスホー、ツーアウトになりました。慌てるなよ、慌てるな、なめるなよ、相手をなめるなよ。隅谷だろうが、あんな打たない隅谷だろうが、なめちゃダメ。ほらね、その隙がこうなるんだよ。今のフォークも激甘、落ちてない全然。だから言ったろ、相手をなめるなと。隅谷でも打つんだよ。オーマイガー。そして森本ひちょり、今季の成績はしょぼい。これは引退するものの成績だね。引退しなきゃダメな人だね。流した、よし、2回もランナーを背負いましたがゼロ。しかしね、ちょっと不安定なピッチングが続くね。もうファンはドギマギしながら見てますよ、大谷のことを。もっと大谷っていうのはね、ポンポンと抑えれる選手だからね、絶望感っていうのが足りてないね。もっともう相手をもう打てんっていうくらいにね、大谷は無理だというくらいに絶望感を与えていかないとダメなの。ちょっとね、こんなフラフラしたピッチングだったらいつか打たれるですね。イエス、いきなりフォーク。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。おお、ボールかイエーイ。で最後戻す、イエーイ、フォー、気持ちいい、最高だね。いや、ここでフォークをね振ってきてくれるっていうのはありがたいですよ。この試合はフォークが武器になるね。フォークをポンポン打ってきてくれるんで。はい、2アウト。さて次秋山か、ヒットメーカー秋山をどう抑える、どう抑えるっていうか、もう抑えるんだけどね、どうとか知らねえよ、抑えりゃいいんだよ。イエース、ナイス、高速スライダー、あれ決まれば打たれんよ。イエーイ、おい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 、魔法の杖か、そのバットは魔法の杖なのかって。ポンポンヒット出るね、そんな効果あるの、そのバットに。なんかついてるんだろうね、ヒットが出やすいバットなんだろうね。ここで中村、イエス、振り遅れてる、ストレートもう1球いいな。あー、入らなきゃ意味がないんだよ。あー、抜けたー。3回またも得点圏、どうすりゃいいんだ、次メヒアか。あー、打ち、あ、打ち、あ、打ち、あ、打ち、これはやばいぞ、失点のピンチ。被安打がここまで4本、イエス、絶対に絶対に甘い球を投げるなよ大谷。うわー、これ投げちゃダメ、いか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 、秋山の走力を考えれば、あー、タイムリー、ノノ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 ノ、オッケー、タッチ、イエース、アウト、アウト、アウト。セカンドランナーメヒア刺したよ、走者のね。ただ1点、ここでメヒアに打たれても、大谷、エース大谷があっさり打たれちゃダメでしょう。いや、もう2球目3球目アウト、ストライクカウントが欲しかったんだよね。ここは抑えたい。なんで走ったんだよ、すぐ投げろよ。あー、甘いフォーク、そら打たれる。頼む、1点入れてくれ。よーし、ナイス、中田の翔さんが打ってくれました。同点ですね。すぐ取り返してくれる素晴らしい選手ですよ。これはプレミア12の中田翔だね。まだ期待したいと思うが。さて、ここで森、先ほどはフォアボールか、まあ、決して逃げたわけではないんですけどね、勝負に出た結果、まあ、臭いとこついた結果、ストライクが入らず、フォアボールという形にはなりましたが、まあ、苦手な相手ではあるよね。イエス、三振、グッバイ。もうランナー出さない。このイニングはもうパーフェクトに行こう。絶対に許さない。流して。はい、レアードよく取ってくれました。はい、2アウト。フォー！しゃ、あと1人。次誰？住谷か。OK。
先ほどの打席でヒットを放っています。おい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 、どこの世界の住谷だこれ。現実の住谷じゃねえだろ。どの次元の住谷今立ってんだこの舞台に。大谷のあの低めストレート、あれを弾き返してレフトトゥーベースって、おいどこの世界の住谷だこれ。おい現実のやつじゃねえだろ、今いるやつじゃねえだろこれ。マジかよ、そんな非現実的なこと起こるかね。ここで与えたいですね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには、うわー振ってこない。 V スライ行こう。よし、はい翔さんよく取ってくれた。いやもうびっくりだね、あんな球打たれたらもう投げるとこないけどね。住谷にマルチ、前のランナー許してなくてよかったね。森戸脇はよく抑えたよ。抑えてなかったらまずかったぞ今。来た、はい来た、はい行った、はいはい、これは1点入るでしょ。え、来た来た来た、はい1点1点1点、2点目2点目2点目、ありえないよ。よしよしよし、次はよく打ってくれた。ようもかも、チームが勝ち越してくれました。この1点を守り抜くだけでございます。ありがとうチームに感謝したいね。2回連続得点だわ。さーてここから大事になるぞ。攻略の糸口は掴んでいるんでしょうか。 Yes、 低いコース決まりました。158キロ、とりあえずこのイニング投げると勝利投手の権利を得ることができる。はい、グッバイ、レッツゴー、浅村帰れ、早く帰ればかのこだな。お前じゃ打てんぜ、大谷は打てんぜ。まだ1回もパーフェクトで抑えてないんだよね。全イニングここまでランナー許してますから、ヒットも許している。このイニングくらいはちょっとねって行きたいんですけどねって言いながら3ボールっていうね、カウント悪すぎるでしょう。イエス、勝負ねる、インハイストレート、おー当てるか、フォークでいこうか。ボールカウントはフルカウントです。いかん、このイニングもまたフォアボールを与え、ランナー嬉しい。そして秋山、魔法の杖を持ってる秋山ですよ。あのバットはおかしい、あれ細工してんじゃねえか。ヒットポンポン出すぎだろ。これはおかしいわ、絶対なんか細工してるって。あいついくらヒットメーカーだからって言っても全部絶妙なコース打ってるじゃないですか。絶好調とかいう次元のバッティングじゃないでしょ。どうやって抑えんのよこれ。じゃあ逆に教えてくれよ。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあイエス、追いつければ戦い方も変わる。ボール判定厳しい、それボールはないだろうって。イエスイエス、それ取るんならさっき取れ。トロ審判、目見えてない人じゃないでしょ。目見えてるよね完全に。それ取るならもう先の取らないともう話おかしくなっちゃうから。さて先ほどタイムリーを打たれたメヒア、怖さはあるね。まずは慎重に外から入ってきました。まあ、最低7イニングかな、それ投げれるわけは十分だと思う。はい三振、これね俺は先これを投げたかったのよ。ただこれが決まらなかった、甘いフォークになっちゃったね。理想的なこのフォークを投げれば間違いなく今の日本球界に、触れるバッター、打てるバッターっていうのは存在してませんから。あれさえ投げときゃいける、あれを投げれないようじゃ無理。今日の試合は6回裏のイニングになりますね。ピンチを招きながらもランナーを許しながらも、まあ、ここまで0-1点ですね。ヒット7本っていうのは打たれすぎじゃないかな。後半からちょっと配球を変えていくっていうのもありかもしれないね。とりあえず自らカウントを悪くしてるっていう部分はあるから、もうそれ投げちゃダメだって。そのカットボールはあかんのだって、初めて、ほとんど初めてカット投げたけどね。あんな球威のない球がいけば本当にもう森君にホームランですよ。これこれこれ、このフォークね、ストライクからボールになる、そしてベストピッチ、この条件が組み合わさると三振が取れる。逆にこれがねどっちか抜けてれば、例えばストライクかストライク、ボールからボールになると見極められるし打たれる、そして球威がなければもっと打たれるからね。球威大事、コントロール、コースも完璧に大事。あっぶれ、あんなとこ投げちゃ打たれるわな。インコースえぐるよ、無反応すか、避けるなりなんなりしろや。無反応って見えてないのかな。あーレアドよく取った、
素晴らしい、もう完璧な打球だけどね、今日は本当、これ守備力にさ、もう守備力ひどいサードがいたらさ、確実もうヒットポンポン出てるからね、レアードだから受け止めてくれてんだよ、みんなこれ。山川といえばあのおデブちゃんかな、去年フレッシュオールスターで話題になった子じゃないかな、おそらくそうでしょうね、西武にいましたよね。パワーはあるのか、イエスパワーはあるが完全に打ち損じ、帰れデブじゃねえかって、お前ただのデブじゃねえか、帰れ野球選手でもなんでもねえよお前は、すぐに帰れ、悔しがりながら帰れ。7回の裏どうだ、手入るかどうだ、うわーもう杉谷ここで打ってほしかったわ。さて大谷7回の裏のマウンド行きますね、まあ、球数スタミナ考えればこのイニングがね最後になるんじゃないでしょうかね。今日は完投っていうのは俺の中ではないし、おそらく栗山監督の中でもないと思うんだよね。今日は完投無理ですよ、先に言っとくで、絶対無理。今日の内容考えればもう今でも変えるべきなのね。まあ、でも7回は最悪投げ切ろうか、これあれを投げれば確実に打たれない。もう1球、はい三振、インド三振、ありがとう。 100% 打たれないって思いながら投げたからね。日本シリーズでもこの大谷の神ピッチングが続いてるね。ちょっとある時期はねめちゃくちゃ打たれた時期っていうのシーズン中ありましたけど、もう完全復活してるよ。あの時期の大谷はいないね。よし、はい、追い込んだのもフォークですから。タイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれないですね。ダメ。イエス。フォーク苦手な選手は球威がなくても打ってくるんですよ。振ってくる。そして三振取れる。しゃあ栗山だ。とりあえず秋山もう回さんぞ。回したらまた打たれるからね。そしてまたピンチを招くから、もうやだ。流してイエース、レアードよく取ってくれた、ありがとう。さて終わりました。どうでしょうか、監督は8回裏も大谷に任せるのか。これ点が入ったら多分任されるんだよね。個人的にはもう7回で終わりにしたいが、あー終わったね。はい、小津頼むぞ、シェラムラ君お願いする。え、何打たれてんの、何打たれてんの、試合振り出し戻さないでよ。よし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 、ナイス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 、イエーイ。さて9回頼むぞ、勝つぞ、あいあい、からのイエーイ、ナイス、1戦目無事勝利、決まって、今日は決まってよかった。何度も何度もピーチ招いたけどね、何度も何度も抑えたよ。本日のヒーローには当然大谷翔平が選ばれたでしょうね。はい、大谷翔平ですよ。まあエースとしてね、やれることをやっただけかなと思いますみたいな的なことを言ってるでしょうね。大谷は優等生ですから、本日のヒーローに選ばれてもおかしくない。1戦目勝利、あと1回勝てば日本シリーズではなくクライマックスシリーズね、出場することができますから、あと1回ですね、逃さないように。騎士に投げ勝ちました。今日の大谷の内容を見ていこうかな。はい、大谷7回投げて打者29人に対して球数は106球、被安打7本、三振が10個。いいね。フォアボールが2個、失点1、自責1、防御率は 1.29 となりました。ちょっとね、カウント悪くして自らピンチを招くっていう展開はあったんですけど、それでもゼロで抑えられたこと、これはもうかなりもう褒められますよね。栗山監督もかなり褒めてくれたんでね、まだでも終わったわけじゃないからね、みんなこう、とりあえず大谷が勝ったけど、これ2戦負ければ終わりだからね、次。こんな終わり方多分ないと思うけど、勝ってくれるでしょう。間違いないと思うよ。負けたらコントローラー投げるけどね、とりあえず。とりあえず、今使ってる白いコントローラーね、これは投げたいと思いますので。さて、菊池と面倒さん、面倒さん決めてくれ。負けるわけないだろって。行こうよ。どうだ、おい、嘘だろ、完封負け、何してんの何してんの何してんの、これはまずいぞ、あんちゃん。これで同率になりましたね。1勝1敗、次負けたら終わりだよ。え、いや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 、え、何、いや大丈夫大丈夫、とりあえずチームを信じましょう。絶対に勝て、完封って、お前中田翔打ってねえじゃねえか、あいつ嘘つきやがったな。プレミア12の中田翔出てこいよ。
頼むぞ。今日は負けたと吉川ね。負けたら終わりです。行きましょう、第3戦目、うん、6番ライト。おマジか、来ました来ました。野手プレイもあるんですね。よしよし、来た来た来た、行こう行こう行こう。野手で、野手で勝利に貢献していきましょう。今日負けたら終わりの試合に、まさかの大谷野手プレイで、クライマックスシリーズ二刀流プレイでできますね。オッケーオッケーオッケー、衝撃的展開。まさか期待してなかったんでね、出れると思ってなかったから、野手では。オッケーオッケー、おーいえ。ここまでのね、打撃っていうのは正直もう数字だけをね見て俺は打ってた。あの得点圏とかも関係なくね、もう振り回してたんだけど、今日はそういうのはできないからね。うん、今日はとにかくチームの勝利に貢献できるようなバッティング、それをしていかないと。もう足、完全にバッティングの方では足引っ張ってましたからね、大谷。今季の大谷もそうだよね。投手では完璧ですけど、野手では本当に、もうやめた方がいいよって言われるレベルでしたからね。大谷1打席目来い。チームは 0-0 ですね。まず1点を取ること。大谷の巨大なホームランでね。英雄。来ました。今季の成績はこんな感じ。残念だよね。ホームラン3本しか打ててないんだから。マウンド上のピッチャーは牧田、そしてキャッチャーは森。牧田か。得意な相手だね。打ちやすいよ。ファウルになります。十分ご注意ください。この球は外れています。よし、というボール。ゆるいな。おー、カット。追い込まれてからもまだ強振でいく。今日の大谷は調子いいからね。当たればホームランだ。ファールかい。またファウル。イエーイ、スリーボール、フルカウント。スリーボール、ツーストライクです。どうだ、どうだ、どうだ、抜けろ、抜けろ。大谷足が速い。はい、内野安打、はい、内野安打、はい、内野安打、え、ワイン。スリーアウト、チェンジです。マジか。大谷の足は勝らずか。さて、2打席目来いよ。どうだ、チームは1点入るか。まだ入らない。怖すぎるぞ、お前。こんなんで負けてみろ、頼むぞ。こんなんで負けてみろよ、お前。絶対に許さねえからな。日ハムのこと嫌いになるよ、俺は。俺、日ハムアンチになるからね。よろしく。絶対負けねえ。ベイズン特別好きでも嫌いでもないけどよ。いかん。ABもうすぐ帰るからね、お茶にはすぐ帰ってこれるから、オッケー。待て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 、まず行って、まず行って、相手に絶対取られるなよ、相手に取られるなよ、オッケー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 、カモ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 、大丈夫、イエスイエスイエス、ナイスナイスナイス、怖すぎる、おおお、これチャンスで待ってくるんじゃないか、大谷、得点圏、7回の表3打席目、ここで1点を入れれば間違いなく勝利できると言ってもいいでしょう、試合を決める、得点。なりますね。得点圏打率、シーズンの得点圏打率は1割5分9厘。ひどすぎる。村田以下の存在だ。ただこの大事な場面での大谷というのはかなり期待できるからね。アイミーボーイ。何これ。この人なんで二刀流でやってんの、邪魔なんだけど。ねえ、こいつがいなければ日本シリーズじゃない、日ハムリーグ賞してたよ。もう、ひどいね。ひどすぎるよ。何の期待もできないけどね。大谷はもうやめた方がいいと思うよ、二刀流絶対。嘘でしょ、嘘でしょ。危ない、危ない、頼むよ。まだ一点も取れてねえぞ。うわ、どうだ。は、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 よし、よし。はい、終わった。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。やらかしてくれたら、はい、嘘だろ。さっきから、おい、誰だ、おい。日ハムのショート、杉谷、もう、こいつありえへんわ。これで終わりとか言うなよ、ほんと。しょうもなさすぎるぞ。そう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 。2-0。頼むよ。よし、1点1点1点。ほんで中田は？はい、終わった。ゲームセット。大谷二刀流物語、幕を閉じました。嘘だろ、今日の先輩もショートの杉谷だよ。あいつふざけてるね。ショート違うか、誰だ、杉谷なのか、ちゃんと見てね。いや、マジ、いや、今日の先輩絶対もうショートよ。8回に2回エラーしたからね。あれで2点入ったから。いや、もうありえない、ありえない、ありえない。ふざけてる、こんなもん。ありえない、ほんと。嫌い。クソ球団でさ、こんなもん。バカかよ、ほんと。バカにしてんのか、大谷のこと。誰だ、今日。西川じゃないか。お前がエラーしたんかい。もう、こいつ先輩もボロクソに叩かれてると思うよ、西川くんね。多分、西川くん今手震えてると思うよ。日常生活、松本生きていけないね。ひどすぎるだろう。こいつのエラーがなかったら、勝った。
ってたとは言えないけどさ、試合はまだ終わってなかった。今頃プレイしてた3打席目4打席目回ってきたよ。これだよね、8回の攻撃だよ。どこから始まるんだ、これだ。まず浅村にヒット打たれて、その後ツーベースなんだよね。でショートゴロで1点、1点ですね。あ、これ1点入ったよね、8回に。ほんでファーストゴロで、メヒアにタイムリー打たれてという。ほんでまたほらエラーしてるでしょ、森にショートゴロでまたエラー。腹立つも西川よ。そして大谷最後も無様というね。なんだよこれ、残念ながらじゃねえんだよ。なんでこんなやつショートに使ってんだよ、バカかよ。本当にね、1戦目もうめっちゃいいピッチング見せて、うわもう最高ですわありがとうって言ってたらさ、まさかの負け、みんなこんな結末になってしまったよ、二刀流物語。誰が納得するんでしょうかね。はあ、いや、日本一は誰になったの、日本一はどの球団に輝いたんでしょうかって。セリーグはヤクルト、ほんでパリーグはソフトバンク優勝、ほんで、現実通りだね。今季の2015と同じだ。ソフトバンクは日本一で幕を閉じたよ。悲しいね。セリーグ負けてるし。まあいいでしょう。今回パリーグなんでね。まさかの結末ですね。ほんとこのような結末になるとは俺は思ってなかったのさ。びっくりしてるよ。これで終わりですよ、皆さん。クライマックスシリーズファーストステージで敗れ、7回投げて1失点、褒められる内容でしょう。しかしその後2戦連続で敗北というね。久々にもう褒められる内容。そう、前回ひどかった、公式戦最後の登板の時はひどかったからさ、7回3分の2を投げて3失点よかったから、今回はようやくいいピッチングできたと思ったらあと負けるっていうね。なんだろう、大谷がいいピッチングしたら負けるみたいな変なもう風潮出来上がってるよね。負けてもいいみたいなね。はい、これで終わりです。じゃあ最後にですね、投手成績野手成績を振り返って、この大谷の二刀流物語終了したいと思います。今季の大谷の成績、まず投手は防御率は 2.75、 どうでしょうかね、いいのか悪いのか。リーグ5番目ですね。まあでも大谷の能力を考えれば 2.5 以下っていうのがね普通になると思う。ただ投げたイニング見てくれ、222回3分の2、これダントツリーグトップですからね。2の金子とも、もう約20イニングくらい違いますから、これだけの差ができた。まあ長いイニング投げれたっていうのはいいんだけどね。勝率は5割2分13の12、もうこれはあかん、これはあかんわ。これは褒められない。登板29で完封1、完投が6、QS20、QS 率は 69%、HQS は17、HQS 率は 58%、奪三振247個で、これ今季のね、最多奪三振に輝いてますから、フォアボール47個、与えたフォアボール率は 1.90、まあ1試合に約2個近く、2個出てるっていうね。計算ですね。与えたデッドボールは10個、かわいそうね。大谷のデッドボールとかも死ぬでしょう、死人になってるんじゃないかな。で被打率は2割7分3、得点圏被打率は2割5分2、対右被打率は2割5分1、対左は2割9分8、3割近く打たれてるっていうね。基本塁打12本でウィップは 1.24 という結果で投手の方は終わりましたね。ウィップも高いしね、打たれすぎだと思うんだけどね。ほんで打つ方では打率は2割1分6、194打数の42安打、単打が24本で2塁打13本、3塁打2本、本塁打3本で、打点は18打点、長打率は3割5分1、得点圏打率は1割5分9とひどすぎるね。そして得点27得点、三振49、フォアボール24個で、併殺が1個、これちょっと少ないんだよね。併殺はそんな打ってない、1回しか打ってないんだよ。出塁率3割1分2で OPS は6割6分3と、野手の方では完全に足を引っ張ってますね。これならもっと別の選手を使った方がいいという声もたくさん出てくるでしょうが、これ見てよ、全体的に日ハム打てなさすぎだからね。チーム最高 OPS が中田翔の7割6分8ってひどいでしょ。みんなこんなのありまっか。
現実世界ではレアードが覚醒してるけど、この世界ではもう OPS5 割台のバッター今宮と同じだよ。誰が使うんだよそんなやつね。絶対こんな選手外国人枠いらないでしょってなるんですけどね。いやほんと悲しい結末でございます。20勝20本も達成できず、そして10勝10本も達成できず、そしてクライマックスシリーズではファーストステージで敗れる、それも大谷が好投した結果敗れるってもう何なんだよっていう話だけどね。これにて大谷の二刀流物語幕を閉じたいと思います。全部で31個近くですかね、まあ30個以上ですね、動画の方出してきました。どうでしょうか皆さん、楽しめましたでしょうかね。まあ僕はね楽しめましたが、本当に最悪の結果になってしまって、今ものすごく死にたいです。人ってすぐ死にたいって思うんだよね。俺もそう、俺も思った今でもね、皆さん楽しんでいただけたのなら、私的にはすごく嬉しいでございます。いやもうこれすぐリベンジしたいと思います。いやもう大谷で20勝20本打っていかないと、勝っていかないと、まあ20勝20本は次やるときは多分ちょっと変えると思う。10勝10本ハードルをちょっと低くしてですね、これはもうすぐにまたリベンジしたいと思いますのでね、まあまた後日ですね始めていく予定ではございますので、ぜひぜひ楽しんでくれたらなと思います。とりあえずこれで一旦終わりという形になります。見てくださった皆さん本当にありがとうございました。また次回ご会いしましょう。グッバイ。